これからその被害がね、さらに東京に及ぶということになりかねないし、今程度の損害で済めば、他県に比べてありがたいことですけどね。こういう時こそ、いわゆる都民の皆さんがですね、共助という形 で、 そうです、ね、お互いで何かこう慌てふためいて腰が落ち着かないような人たちに落ち着きましょうよとかですね、声をかけ合うとか、そういうふうにして一つでも被害を軽減することがとても大切だと思いますし、知事からですね、都民の皆さんにまず落ち着くこととか、こういったことはやっぱり大切じゃないかとか呼びかけをお願いしたいんですが。わかりました。それは鋭意ですね、これからの繰り返して申し上げますけども、落ち着けたってこっちが落ち着けなかったからね、さっき会議中に天井落ちてくるんじゃないかってみんなでね、机の下に潜っちゃったんだよ。それは本当にね、よく揺れますな、この建物は。誰が作ったか知らねえが。収集視察された時に会見をやられるんでしょうか。さあ、被害状況ですね、なんていうのかな、怪我人が出て、その報告は聞くに済めばそれに越したことないけども、今ぐらいの地震で今ぐらいの損害で済めば、なんていうのかな、逐次専門筋からの報告あると思いますけども、そんなに広範囲にね、大きな損害が出たわけじゃありませんから、東京に限って言うと。今危機管理官の下で即応体制本部を立ち上げてやっております。またそれは連絡いたします。さっきもイライラしたんだけどね、なんか機材を取り替えたばかりでね、せっかく飛び回ってる、なんていうのかな、消防庁の、ヘリコプターがどこで何を映してるかさっぱり分かんない。大体分かるものは分かりますよ。さ、スカイツリーが分かったらね、これはお台場だとか。ただやっぱり普通の平たい町場でね、ビルが建ってる町がどうなのかさっぱり分かんないんで、あれもやっぱり早く整理してちゃんとした機能性にしなさいと言ったんですけどね、ちょうど何かシステムを変えたばかりだったんで、はい、それじゃあ。